自らを器と規定していく。空に捨てられた者たちの思い、ジオンの理想を継ぐ者たちの宿願を受け止める器だ。君の大きなる大佐こそ箱の虫にふさわしい。それより隠しない愚民どもだ。お前らは死にだ。よくらず勝ってやれ。宇宙水危険症は地球と交信した。もらい受ける。人の中から発した光、この温かさを持ったのに、なし。それでも奇跡の旗を繰り返す。希望を託す。なぜ来たのだろうと。向高大的新領域，香港的未來和希望就托付在你們的手中。